もうどん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 無限大にフルーツを組み合わせたりっていうのがこの楽しいジャムの世界です。皆さんようこそ。美味しいでしょ、美味しいでしょって昔から全然変わらない気持ちでずっとやってます。お店も楽しまなきゃ損だみたいなのは思ってます、人生。五十嵐ロミです。菓子研究家、そして、株式会社ロミユニの代表をしています。ジャムと焼き菓子のお店を運営しています。鎌倉でお菓子教室と、そして、秋冬にはチョコレート屋さんをやっています。うちの母親が小さい時は子ども向けの料理本を買ってくれたんですけれども、でそれをある日週末に作ったら1台ショートケーキが出来上がったっていう、誕生日でもクリスマスでもない時にそんな特別なケーキが1台出来上がって家族3人で食べられるっていう、なんかその楽しみが衝撃的で、でそこからいろいろ他にも食べたくて作ってみたいお菓子を作っていくっていうところになってきましたね。高校卒業してお菓子屋さんでアルバイトを始めて、販売するのもすごく楽しかったり、いろんなお菓子を食べて、やっぱりフランス菓子の魅力にどんどん取りつかれていった感じはありましたね。職人さんから聞くんですけど、それを勝手にこのお菓子はこうですっていう構成表を絵に描いて、ここにはこれが入ってるとか、お酒がこれを使ってるとかっていうのをノートにつけて、で他のバイトの人に配ったりするっていうのが勝手にやってて、すごく自分ではめちゃめちゃやりがいがあったんですけど、勝手にやってました。お菓子楽しいですよっていうのを広めたりするのがやりたいなっていうのは、それが何の仕事になるかはまだ若くて分からなかったんですけど、なんかそういうのを仕事にしたいってその時は思いました。私ももう20年以上ですかね、ジャム作りをしてますけれども、本当に楽しいです。で飽きることないので、ここを皆さん一歩にしながら、どんどんジャム作りを楽しんで作っていっていただけるといいなと思います。最初にお菓子作りの楽しさを伝えたいと思って、お店もそうですし、菓子研究家っていう仕事もしているので、やっぱり一番教室っていうのが直接伝えるには一番いい、早い、そして的確なやり方だなっていうのは思っているので、すごくやりがいは大きいですね。脇だったら、はい、壁の照明が2個と、あ、壁がついてる、そうで、上にダウンライト、足元であろう場所に2個ついて以上なんですよ、はいはいはい、6畳ぐらいなんだけど。すごいですね。ふみさんは非常に明快ですよね、いろんな意味で。おっしゃりたいこともすごいストレートに言っていただけますし、まあ裏表は全くないから、設計としては非常にやりやすい、やりやすいですね、うん、少しずつお店が増えてきたり、場所が増えてきた部分っていうのはあるので、でそれに伴ってスタッフも増えて形になってきたけれども、どうやったらこうみんなが安心してというか続けられるかな、私いなくてもっていうのを結構な数年前からしっかり考えなきゃなっていうのは思ってます。すごい美味しい。あ、水出しが
ができる。そうそう、水出しができる。ベースが緑茶なんですね。こういうお客様がこんな風に楽しそうに選んで買ってくれるんだなっていうのがよくわかるように、アトリエのスタッフもお店の様子が見えるようになってます。楽しいお店を作りたいなっていうことしかずっと考えてないです。作ったりするのはもうアトリエの人たちのチームにお任せしているところも大きいんですけれども、まるっとまるっと任せます。もう毎日作るのは私本当に向いてないので、製造の仕事は本当に才能がなかっただけど私毎日作ってるのが楽しいんですっていう人もやっぱり世の中には存在しているので、そういう人に任せたいんです。逆に私がそうなんか新しいものを考えたりとか、なんかどういう素材があるのかを調べたりするのはちょっとわからないっていう人には、私がこういうのが美味しいよっていうのを紹介したい、でどうぞ作ってくださいって言って作ってるのが今のロミウニの形になってます。ご自身が毎日なんか楽しみながらやってるっていうのがすごいいいなって思って、やっぱお仕事って楽しみながらやることによってそれがそのままお客様に伝わっていくっていうのをなんか改めてなんか実感したというか、なんか楽しんでやっていいんだってすごい思っています。私がお菓子職には向いてなかった、作る仕事は向いてないんだなって思った時は結構辛かったし、それ以外って何があるんだろうっていうのはいろいろ考えてましたね。多分21か22ぐらいの時からその10年計画っていう感じで、なんかこうなったらいいなっていう感じで、もう夢いっぱい希望いっぱいで、多分なんかいろんなこと書いてたと思います。やっぱり10年計画立てることでなんか自分に足りないこともすごくこう見えてくるし、それをずっと繰り返していることでやっぱり今何しなきゃそこにはいけないかっていうのがすごくよく分かってくるから、まあなんか辛いっていうか、多分やらなきゃいけないことがあるって意外と仕事においてはラッキーなことというか、なんか課題が見つかればそれ取り込めばいいだけだって思うから、まあ、なんかその課題をクリアした先にきっとなんかいいことが待ってるっていうのは思います。20代の人とか30代の人とかも意外と私が思ってたような作る仕事じゃないとお菓子の仕事じゃないって思ってたりとか、そういう人結構多いんだなと思うと、一生懸命やっても結果につながらないとかはやり続けない、ちょっと違う視点を変えれば逆にうまくいくみたいなのが思い浮かぶんだと思うんですけど、だからスタッフでもなんか無理してここやってんな仕事だからみたいな感じでやってるんだったら別の部署に移ってもらったりとか、早ければ早いほどいいと思ってるし、みんな得て増えてがあると思うんで、得意なことで生き生きとその仕事をしてほしいっていう、これから50代60代若い人たちをこう楽しくお菓子の仕事を豊かにしてくれるようなキャリアにつなげていきたいなっていうのはすごく思ってます。うん。